はい、こんにちは、レトスのーノです。4月7日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。人生の中で選択できるものがある。それはあなたが頑張るか頑張らないか。これはあなた次第です。本当に頑張った日、寝るときどんな気持ちになるでしょうか今日はよく頑張ったな。といった達成感や満足感が得られると思います。一方、やろうと決めたことをやれなかった日、ダラダラして一日を過ごした日、どんな気持ちになるでしょうか ああ、今日もできなかった。なんかモヤモヤした感じにならないでしょうか。私は一日無駄にした。とすごくへこみます。でも、この一日があると、一ヶ月以上は毎日充実した前者のような生活を送れます。なので、一ヶ月の中で一日ぐらいであれば問題ありません。でも、やると決めてやれなかった日、ダラダラして一日過ごした日、これが一ヶ月の中で何日もあっては合格は難しいです。 頑張るか頑張らないかはあなた自身が選択できます。その選択次第で今後の人生も変わってきます。一日一日、いい選択ができることを祈っています。では今日の3問に入ります。A から土地を借りていた B が死亡し、借地であることを知らない相続人 C が、その土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、C は B の借地人の地位を相続するだけなので、 土地の所有権を時効で取得することはない、丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはツなんですけれども、ちょっと問題文確認します。まず B が死亡して、相続人 C がって書いてあるわけなので、C が B の相続人なんですね。だからイメージとしては、B が親で C が子、子供と、まあいうような関係ですね。 で、まあ、親が A さんから土地を借りていましたと。で、A、B さん、親が死亡して C さんがまあ相続したという状況なんですね。で、賃貸借契約による占有っていうのは多種占有っていうんですね。これどういうことかっていうと、借りている人なので所有の意思を持っていないんですよ。つまり土地を借りているっていう意思を持って占有してるんですね。 自分が所有しているという意思を持って占有はしていないということなんですよ。まあ、今回の問題土地なんですけども、例えばアパートを借りている人を考えるともっとわかりやすいです。アパートを借りている人っていうのは、そのアパート、自分のもんだと思ってませんよね。あくまでもアパートを借りていると。借りて住んでいるって思ってるはずなんですよ。だから、いくら占有を継続したとしても、所有権を自己取得することはありません。 つまり、賃借人である B。まあ、今回で言うと土地の借り主は B さんですよね。ま、あ先ほどの事例で言うと親ですよ。は、借りている意思を持っているから、自己取得することはないんですね。所有権を自己を取得することはありません。一方、相続人 C っていうのは、土地の賃貸借の当事者ではないんですね。死亡した B さんが土地を借りていたと知らない可能性もあるわけですよ。で知らずに C さんが、 この土地、自分のもんだと思って占有する可能性もあるわけです。で、このように占有を開始した場合っていうのは、所有の意思があれば、取得事項の完成により、所有権を取得することもあり得るんですね。まあ、これは判例です。この問題のポイントは、取得事項の要件の一つである、占有者は所有の意思を持っている音。これなんですね。 もし所有の意思があれば C さんは土地の所有権を時効によって取得する場合もあります。なので本問はツとなります。この部分ですね。C さんはえ土地の所有権を時効で取得することはないって書いてありますね。だからこれはツだということです。時効を取得する可能性もあるのでツです。では問いにです。宅建業者である A 及び B が共同で宅地の売買を媒介する場合において それぞれの取引士 A、B が共同で重要事項説明書を作成し、取引士 A のみが重要事項を説明する場合、取引士 A が単独で記名した重要事項説明書を交付させれば足りる。まるか罰かという問題です。で、答えは、これ誤りですね。取引士、まあ、つまり卓剣士ですね。卓剣士 A、B、ともに、 重要事項説明書に記名しなければなりません。今回は取引士 A のみが単独で記名した重要事項説明書って書いてあるので、これではダメなんですね。今回 A および B が仲介業者ですよね。媒介業者ですよね。なので A の取引士と B の取引士まあ、つまり、ま、タッケン A とタッケン B ですね。この二人が共に重要事項説明書に記名して、で、それを買い主に対して交付しなければなりませんよ。という話です。 で、ちなみになんですけども、これ代表者1名が説明しても、これは構いません。つまり、宅見師 A のみが飼い主に対して説明するっていうのは全然 OK なんですね。B が説明しなかったとしても、取引士の1人が説明すれば大丈夫です。また、重要事項説明書には、取引士の応印、つまり、犯行を押すっていう、この行為はいらないんですね。不要です。記名さえすれば OK です。つまり、宅見師が自分自身の名前を書けば、それで OK ですよ。 ハンコを押す必要はありませんよっていうとこですね。ここも注意しておきましょう。で、土地区画整理法ですね。仮勘地指定の結果、使用し、または収益する者の,のいなくなった従前の宅地についても、従前の宅地に関する権利は残るので、施工者は、土地区画整理事業の工事を行うためには、当該従前の宅地の所有者の同意を得なければならない。丸か罰かという問題です。 え、答えは、えー、所有者の同意、これ不要ですね。えー、仮勘地が指定されると、元々の宅地、まあ、従税の宅地ですね。従税の宅地の所有者は、仮勘地を使用収益します。じゃあ、この元々の宅地、いわゆる従税の宅地ですね。これどうなるかっていうと、これは勘地処分があるまでは施工者が管理するんですよ。なので、施工者が管理するんだから、従税の宅地を工事するために、施工者は土地所有者の同意を得る必要はありません。 よって誤りだとということです。まあ、今回もやはり理解しなければいけない部分ただありますので、えー、もしその理解しなければならない部分つまり関連ポイントですよねそういった部分がもしわからないっていうのであれば、まあ、自分自身で調べるなり、えー、していただいた方がいいです、まあ、こういったところがですね、あの理解学習のポイントになってきます もし自分自身でそこまで調べるの難しいなとか、えー、何がポイントなのかっていうのがわからない場合は是非ですね個別指導をご検討いただければと思います、えー、個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので絶対合格したいという方は是非ご確認いただければと思います個別指導の動画については左上の動画から是非ご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう